皆さん、こんにちは。心理カウンセラーののり健き郎と申します。今日もご覧くださり、ありがとうございます。えー、今日はですね、感染対策 VS えー、免疫力アップとというテーマで、えー、ちょっとお話をしてみたいいいなという,ふうに思います、まあ、たびたびですね、えー、僕のこの動画でもお話しさせていただいているんですが、えー、と実は感染対策と免疫力を高めることっていうのは全然、えー、別物というかですね両方分けて考えて見ていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っていますというのは今、まあ、緊急事態宣言が出てですね特に、えー、と政府からとかですね、まあ、いろんなところから自粛要請が出たりとか、えー、なるべく、えー、不要 不要不急の外出を控えてくださいとか、まあ、いろんな感染を拡大さしないための対策っていうものをこういうふうにしてくださいねっていうのが今までたくさん出ていたと思いますで、えー、と例えばですがマスクをしてくださいね、うん、あとはなるべく外に出ないでください不要不急の外出を控えてくださいね あとはアルコール消毒してくださいねとかね。まあ、手洗い、うがいもそうかもしれないですよね。手洗いしてくださいね。うがいしてくださいね。あとはなるべく、えー、人と会わないようにしてくださいねとか、人が多く集まる場所には行かないでくださいねとか、えー、人と食事をしないでくださいねとか、まあ、今まで夜、夜のね、食事とか飲食っていうのは言われてたんですが、最近ではランチも、えー 気をつけてくださいとかですね。ランチもそういう可能性が高いので、えー、人とですね、会話しながら食べるご飯、食事はやめてくださいとかですね。そういうことが言われています。まあ、少し前に、あのサイゼリアの社長さんだったかなが、もうランチのことをやるときにふざけんなって怒っている、ね、映像を <laughs> 見たことがあるんですが、まあ、本当に飲食店業界は本当に大変だなというふうに思っています。で、他にも何かあるかな まあ、例えば感染対策、まあ他にもあるかもしれないですが、ちょっと今思いついたのでですね、えー、そういうことが言われています。なので、えー、と例えば、えー、お正月にも実家に帰らないようにしてほしいとかですね、えーか、家族や親族で集まっても、えー、もうどんちゃん騒ぎしたりとか、そういうこともやめてほしいとかですね、まあ、いろんな要請とかですね、いろんなことをしてくださいっていうお願いが今までにたくさん出てきました。なので、えー、最近ではもう家の 家庭内感,感染も多いので、家の中でもなるべく食事を分けて、えー、食べてくださいとかですね、家の中でもマスクをした方がいいんじゃないかとかですね、そういう話もたまに耳にしたりもしますね。あすごい。 時代ににななっってていいいるとう思ますで今日はですね別にその感染対策がいいか悪いかっていうことが僕は今日お話ししたいわけではなくてですねその感染対策はあくまでも感染をしないもしくは感染を広げないための対策になります。はいで それと同時にですね、このウイルスというものを考えたときに、僕たちがですね、えっ、ー、と、絶対外してはいけないものというのが一つあってですね、この免疫力を高めるということですよね。これは僕も何度も何度もお話ししているんですが、ウイルスが体に入ってきた、入ったとしても、実は免疫力が高ければ高いほど、えっ、ー、と、それをやっつける力が強いわけですね。なので、別に、えっ、ー、と、あんまり、えー、発症しなかったりとか、発症しても、えー、別に、 数日でですね軽い風邪のような形で、えー、治ってしまったりとか発熱しても1日2日で治ってしまうっていうことがだから今回の新型コロちゃんも無症状の人が多いとか、えー、もしくは本当、えー、1日2日で熱が出てもポーンと出ても1日2日で治ってしまう人が結構多いとかですねそういうことも、えー、話で聞きますで、えー、免疫力を高めていくおくってことは多分、えー、皆さん共通の認識としてですねまあそれはそうだろうって思ってると思うんですよね でここでですね、えー、一つ、えー、気をつけなければいけないのがですねいわゆる感染対策と言われているものっていうのは実はほとんど全てのことがですね感染をしないための方法としては、えー、いいのかもしれないけれども。 感染を広げないための対策としては、えー、いいのかもしれないけれども実は免疫力を上げるか下げるかっていうことで言うと免疫力を上げるという観点で言うと、ま、デメリットになっているマイナスになっていることが実は多かったりするわけですね例えば、えー、マスクしましょうってマスク、ね、しないもう、まあ、マスクしないとですねどこにも行けないような状態になっておりますが、えー、マスクをするメリットもあるかもしれないですが、えー、とマスクをすることによって ね、当然ですが酸素の取り込み量が、えー、少なくなったりとかですね呼吸が浅くなったりとかですね、えー、そういうことによって、えー、自律神経が乱れて、えー、免疫力が下がるということが、えー、言われていたりするわけです。ということはマスクをすることは感染予防にはなるかもしれないけれどもまあ僕はちょっと個人的にはね本当に感染予防になってるのかどうかっていうのは疑問視かなりし,してるんですけれども、まあ、なったとしてもね えー、感染予防になった,とし,たとしても免疫力は下げてるかもしれないということですよね。だから感染予防なんだけど100%は防げないのでもし入ってきてしまった時の戦う力は弱まってる可能性があるということですよね。であとは、えー、とアルコール消毒もそうですよね。アルコール消毒をしましょうって、ねいや。どこのお店に行っても入り口に置いてあってもう1日に何回もアルコール消毒をするってね。あれ肌が弱い方にとっては本当にかわいそうですよね。あの皮膚にしみたりする人もいますからね。でもアルコール消毒しないと。 お店に入れないいととかっていうところもあったりしますこれもですね手についてるもしウイルスがついてたとしたら、えー除,菌になりま、除菌というかですねウイルスを、えー、やっつけることになるので効果があるかもしれませんでもアルコール除菌することによって免疫力っていうことで考えてみるとどうかっていうと、えー、実は人間の手にはですね、まあ、いろんな常在菌とかですねいろんなものがウイルス とか菌がついていててですねそういうものがに、えー、と自分のことを守ってくれているっていう、えー、考え方もあるわけですよね。まあ、自然免疫の、えー、免疫の中の自然免疫か獲得免疫というものがあったらその自然免疫のうちの一つが皮膚というふうに言われています。まあ、い,いっぱいあるうちの一つがですよね。なので、えー、そうなると手がですね、まあ、いい菌も死んでしまうわけですよね。バリアーみたいなものもし死んでしまうので、えー、結局その真っさらになった手で例えば、えー、スマホを触って もえー、とウイルスがついている手ですスマホを触っていたとしますで、えー、あ除菌除菌と言ってですね除菌してあのアルコール消毒してでまた次スマホ触ったらここスマホから手にウイルスがついているわけですよねこの手は防御がないわけですまっさらの状態そうですよねそうするとウイルスが増殖しやすくなったりとか、えー、しやすくなるということも言える。 じゃなないいかなというふうに思うわけですねだから感染対策としては確かに、えー、いいかもしれないけれども、えー、免疫ということで言うと自分の戦う力とか防,防御能力がですね弱くなっている可能性が強いということなんですよね。であとは、えー、人にあ、まあ、なるべく外に出ない不要不急の外出をしない家になるべくいましょうで家にいるとテレビを見てしまうで、えー、また今日も何人感染しました感染しましたっていう。 ニュースを見るとかですね。で、これも感染対策にはなるかもしれないけれども、えっ、ー、と一番がですね、えー、運動不足になる。今回コロちゃん騒動でですね太、太ってしまったっていう人って結構多いと思うんですよ。でね、普通に生活している。 だけでも、例えば仕事に行ったりとかしているだけでも結構体って動かしているわけですよね筋。筋肉を使っているわけです。それがですね、なるべく不要,不要不急の外出を控えましょう。まあ仕事には行ってるけど、それ以外の仕事が終わった後に遊びに行ったりとかショッピングに行ったりとか、誰かに会いに行ったりとか、買い物に行ったりとか、そういうものをもうなくしているだけで、 えー、なるべく家にいるようにしてるだけで、めちゃくちゃ体を使う、えー、筋肉量が下がってるはずなんですね。普通の方は下がっているはずなんです。で、筋肉を使わないとどんどん衰えていってしまいますし、えー、体を使ってないと、えー、体も、えー、いや体力もですね、落ちていくわけです。そういう観点で見ると、実は不要不急の外出をするってことも、免疫力を下げている可能性もあるということですね。そうですよね。たくさん動いている人と、えー、家の中でじっとしている人、どちらが、えー、強いかっていうことですよね。 そうすると当然、えー、活動してたりとか外で運動してたりとか、えー、そういう時の方が多分健康的であったりとか免疫力が高かったりするんじゃないかなというふうに思います、えー、今僕趣味でテニスをやっているんですが、えー、とテニスコートがですね、えー、今回の緊急事態宣言でですね、えー、夜の7時以降使用禁止になったんですね <laughs> 7時以降使用きできなくなってしまったんですねえっ、ー、と夜 ということは、7時以降できないということは、会社帰りの人はテニスできないわけですよね。で、ちょっと想像してみてほしいんですけども、会社が2週に1回、2回あ、えー、サークルとかで集まってテニスをしている生活とですね、えー、テニスできなくなったので、えーまあ、外出はしちゃいけないと思って家に帰る。家に帰って時間があるから、例えばお酒飲んだりとか。まあ えー、テレビを見たりとかする、えー、どちらが健康的かってことですよね。どちらが免疫力が高いかってことですよね。うん、まあ、ほんと個人的にはですね、え、外でやるスポーツで、えー、7時までだったら OK で、7時以降だと感染しやすいだろうかってね、疑問でしかないんですが、まあ、ちょっとそこは置いといてですね、まあ、そういうふうに、えー、例えば夜、8時以降は、えー、7時以降は、8時以降は、え、外であんまり、えー、運動ができなくなる。 っていうことも感染対策かもしれない。100ーって。対策もしれない。だけど、運動しないということは、免疫力は落ちていく、体力は落ちていく可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。もちろん、ね、家でその分運動したりしてればいいかもしれないんですけども、まあ、あとは人と会わない。それも感染対策かもしれない。人と会わない。人と食事しない。えー、人と楽しい。集まって楽しいことをしない。ね、人の集まる場所に行かない。 ね、それれもも感染対策かもしれないでもその一方で人と会わない、えー、人と集まって楽しいことをしない、えー、そうなるべく人と触れ合いを持たない持たずに、えー、なるべく一人でいましょうねってこれってね相当メンタル。 精神的にデメリットが多いんじゃなないかなと思いますで精神的にデメリットが多いといとうことは当然マインドメンタルとですね免疫っていうものもつながっていると思いますので例えば家にいて人と会わなくなると当然不安になりやすくなる心配になりやすくなるメンタルも落ちやすくなる、えー、とそうなると免疫力も落ちやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。でこれれ、ね、不思議なんですけれども えっと、感染対策っていうのは、ほとんどのものが免疫力をそのまま適用するとですね、ダウンしていくことにつながっていく可能性が高いわけですよね。なので、えっ、ー、と、じゃあ、どうすれば免疫力じゃあどうすれば高くなるのっていうと、たくさん笑ってですね、たくさん運動して動いてですね、えー、たくさんの人,人と触れ合ってですね、人といっぱい笑ってですね、えー アクティブに活動したりとか、まあ、もちろん時には休憩したりとか、リラックスするってことも大事だと思うんですけれども、だからその感染対策と真逆のことをすることが、比較的免疫力だけで言うと、免疫がアップするわけなんですよね。で、今日はですね、だ,だから感染対策はいけないとか、えー、やらない方がいいとかっていうことではなくてですね、そこをちゃんと知った上で、自分が自分をどう守っていくかっていうことを一人一人が考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うわけです。まあ、冷静に考えてみるとそうですよね。なので、 例えば感染対策するのもしょうがない、例えば緊急事態宣言だから陽性にある程度協力しなきゃしょうがない、うんそれ、だったらその中でできることを自分の中で取り入れていかないと、えー、簡単にですね、弱ってしまう、簡単に免疫力が下がってしまうということが起きてしまうんじゃないかなと思います。ななので感染対策はするるんだけれどもなるべく えーと運動するようにする,するとか例えば1人でね夜帰ってきたら、えー、ウォーキングするようにするとかいっぱい深呼吸したりとか呼吸法をやってみるとか、えー、と家族でいっぱい話,したりは話をするようにするとか、まあ、いろんな対策をしていかないと、えー、本当に、えー、免疫力が弱るということはえら、ー、と 感染対策っていうのは簡単に言うと、まあ、戦争で言うとですねあのなんだ防御したりとか相手に見つからないようにする力なんですよね相手に見つからないようにする力例えば、えー、なんだろう敵がやってきても、えー、自分,分からないように隠れたりとか山の上にお城を作ったりとかしてあんまり上がれないところに、えー、自分たちの身,身を置くとかですね、えー、もしくは、 えー、もし上がってきたのが分かったとしても、えー、その山の上の方にいればちょっと石を、大きい石を転がしたりすればやっつけれるとかですね、そういう防御をする力かもしれないんですが、免疫力っていうのはもし切っちゃった時に、じゃあどうやって戦うのかっていう力ですね。で入っちゃったら、もうその時点で弱っていたら、あのせっかくの人間の体、素晴らしい免疫、 といいうもののををを持持っっっっててててるるるでででそれをですね最高に発揮できるパフォーマンスを持ってあげるってことってめちゃくちゃゃく大事だと思うんですよねだからもちろん感染対策も大切かもしれないだけどやりすぎると時に免疫力を下げてしまうので、まあ、やりながらでも同時並行でもいいと思うんですけど免疫力を高くするっていう視点も持っておかないとというかですねこっちはもうだいぶやってるので変な話ですけど感染対策はですねみんなマスクしたりとかいっぱいやってるので今度免疫力を高めるっていうことをもう そこにですね意識を向けていかないと、あのー、本当に自分を守ることができなくなるんじゃないかなというふうに思っています。自粛要請を守っても 守ってもですね自分のことを守ってくれるわけじゃないのでそれがえと自分のライフスタイルにも合わせて何ができるかなっていうことを考えてやっていった方がいいんじゃないかなと思います、まあ、よくですねもう本当にいつも思うんですが1人でマスクしてる人とかって結構いてマスクってあの喋らなければあんまり、ね、マスクするしなくても 変わわらなないいいいという,ふうにに言れれたりすすするるんでででけれども特に1人でいる時は関係ないですよね外にいて歩いてる時とかですね車を運転してる時とかですね1人でそういう人はもうとにかく外せる時はマスク外して深呼吸してあげるっていうことをするだけでも意識するだけでもだいぶ変わるんじゃないかなというふうに思いますはいなので、えー、感染対策とですね別の視点で免疫力を高めること ね、この2つはですね実は感染対策を強めれば強めるこっちだけやると免疫力が下がってしまうシーソーみたいな感じですよねになってしまうので、えー、これと別にですね免疫力を高めるということを、えー、もっともっと力を入れていくことがいいんじゃないかなというふうに思いますだこっちもですねもっといっぱいテレビで言ってほしいですよねみんな笑おうよとかですねみんな楽しもうよとかですね運動しようよってね えー、やるといいんじゃないいかななと思いますなので僕はなるべくマスクを外せるときはしなくてもいいときは、えー、なるべくしないようにしたりとかですね、えー、なるべくいつも通りの生活スタイルをして自分がですねいい状態になることに一番優先順位をつけて高くしています自分がいい状態でいることそれは、えー、とメンタル的にもそうかもしれないし肉体的にもそうかもしれないし自分がいい状態でいいよっていうことを、えー、すごく心がけています感染ししないいよようにしようっていうことにとこ 一番じゃなくて自分がいい状態でいるってことを一番にするってことを、えー、僕は心がけています。なので両方やってもいいと思うので、えー、怖い方はもういると思うので、えー、こっちの対策もしながらですね免疫力を高めるってことを同時にやっていくといいんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね よく寝ることですよね。よく寝ること。これは船戸クリニックの船戸先生がですね、えー、講演会で一緒にコラボさせていただいた時にもお話をされておりました。えー、寝るっていうことはめちゃくちゃ大事。免疫力を高くするためには大事なことらしいです。もちろん食事とかですね、まあ、いろんなことがあると思うんですが、よく寝るっていうことがめちゃくちゃ大事らしいです。と言いながらですね、僕もえ1月、 えー、かなり忙しくてですね、えー、最近寝不足気味ですので、えー、ちょっと今日はですねゆっくり寝たいなというふうに思います皆さんも、えー、ぜひ免疫力を高くしてですね自分を守るっていうことを、えー、意識ぜひしてみてほしいなというふうに思いますそれではまた会いましょうバイバイ皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます 今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで毎日ブログを更新しているんですが、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。